こんにちは、のぶです、今日はね、この写真を見ながら解説です。これはね、今回何重心移動の三部作みたいなね、スピードとの関係性の三部作みたいな話をしてるんだけど、この完結編みたいな感じかな。三部作勝手にね、つけたんだけどね。で、これね、写真見つけたんだけどね、これね、おっさんです。多分私より年齢多分上だと思います。完璧に60超えてますよね。うん、でもめちゃくちゃかっこいいじゃない。完璧にホワリキじゃないね、手幅広いし、もう形としてはもう多分ね、昔ものすごかった人かもしれないっていうぐらいかっこいいよね。うん、すごいよねというね。うん、でこれね、かっこいいってのは何かとさ、このさ、この前話した話なんだけど、この後ろの膝のこの角度と前の膝の角度ね、これが結構いいんですね。本来ね、もうちょっとこうやって入ればいいんだけどね。でもこれは内側に絞ってるからね、写真の角度で違うかもしれないけどね、結構入ってるかもしれないけどね。うん、そう、そういうことなんですよ。でこれは完璧にこれだったら後ろから食って蹴っ飛ばしたね、じゃあ赤で書こう、後ろ足でね、この足で食って蹴っ飛ばしたこの前傾のね、この膝のパワーですね、これがこっちへ前足にね、完璧に移行しますよね、これだったらね。でこうやってね、このあとこうなるかもしれない。そしてこう、ほら完璧だよね。うまいな、この人うまいな。うん、こういうあとね、もう70ぐらいだとしたら、あ、もうちょっとしてまだまだなんだけど、もっとした時にはこのくらいでガガン行きたいですよね。その年齢でもね、かっこいいじゃない。かっこいいと思うよね、大地ね。その年齢でこのくらいできたらみたいな、このね、ホワレイキっぷりとさ。でまあ、セールだけ言ってるんじゃなくて、俺は膝も言ってるしね、関係性としたらいいじゃない。で内傾でしっかりとボードが入ってるし、でこれでグッて前膝がもうちょっとクッて入ればさ、もうちょっとクッて入ればさって話なんだけどね。うん、クッて入れば この辺からもうちょっと前、この辺からスプレーがこうやってこう上がっちゃうよね。うん、で前膝がもうちょっとね、もうこうやって入れば腰の位置がちょっと前出るから、もうちょっとこう、もうちょっとこっちに来るよねって、こういう話だよね。うん、でここでさ、こう何マストを前に送り出す時にさ、このブーム手がもうちょっとこっちにあれば、マストがもうちょっとこっちにこう送り出せるみたいな。でもこの手幅ってすごいね。これキースタブルと同じ位置持ってるもんね。やっぱりね、これね、形をしっかりできる人って、ね、やっぱりうまいよね。うん、という話ですよね。うん、これはほとんどにキースタブルと同じようなブーム手の位置だから、その形をね、真似るっていうのはいいよね。あとはこうキースタブルとかさ、あとは超一のさ、リーバイサイバーとかさ、アナエンのさ、リカルドとかさ、今だと旬だとするのかね、そのマストでの位置をさ掴んじゃう。そうするとね、前に出るから多分膝のね、こう角度も変わってくると思うんですよ。なぜかというとさ、後ろ足でグッて移行するのに ね、その形を変えることによって移行しやすくなるから、今までね、膝がクッとこう何ブロック多少かかってたのがもっと前に出やすくなるよねって話だよね。うん、そうするともっともっとスピードが上がる、スピードが上がるともっともっと安定するっていうね、もうこれね、全部プラスになってくるんですよ。イメージを180度変えると全部がプラスになる。それをね、みんなにね、もうぜひともね、こう味わってもらいたいんだよね。この全部がプラスになる瞬間、ボトムターンジャイブでも全部がプラスになる瞬間来るんですよ。何から何まで全部がプラス。今まで抵抗だと思ってた水もそうだし、ね、テールを押し込んださパワーもそうだし、全部本来だったら抵抗なんだよね。だしレールを入れる、まずフラットが一番早いわけだから、レールを入れました、押し込みました、全部ブレーキがあるわけ。でもこれが180度も考えが変わるから全部プラスなんですよ。押し込みました、その反発でスピード上がります、レールを入れますね、カービングしてエッジ切って走ります、前行きます、進行風がね、進行風今まで邪魔だったのがセールにきれいに入って、それを流すことによってさらにパワーが出て、やさらにスピードが上がりますね。そういうこと、前膝のブロックが止まってどんどん体が前に出ます、ボードが走るスピードより自分のがもっともっと先に出ますみたいな、全部がプラスなんですよね。これね、味わってほしい。このね、まあ 100% 多分味わえない、うん、と思います。私も味わってるけど、多分全然 100% だ。なんち 100% 味わったらもう超一流になっちゃうからね超一流じゃないわけだから、まだ 100% 味わえない。多分 50% ね、味わうだけでもめちゃくちゃ変わると思う。これ絶対にね、この何、あのメンバーさん味わってほしいんですよ。
180度変わって全部がプラスになる。今まで全部が全部マイナスだったんだよね。セール回数止まっちゃうしさ、失速しちゃうしさ、ね、セールのパワーありすぎちゃってさ、なんかこう何オーバーになると全然引き込めないしな、みんな全部マイナスになるんですよ。これひっくり返るんだよね。これひっくり返るのは何が重要かっていうと、この3部作なんですよ。スピードと膝の関係性とかさ、内径は軸で入れとかさ、まあ、その辺がひっくるめると分かると、この3部作である程度分かると、ある程度ジャイブできる人の今話に なっちゃってるんだけども、うん、手に入るんですよ。体験できるんだよね。全部分かる。180度がここまでは絶対やってほしいんですよ。せっかくね、毎日毎日動画を私も配信して、みんなも毎日聞いてくれてると思うんですよ。せっかく絶対にそこまではね、180度変わるまで絶対もうちょっとだと思うんですよね、みんなね。私こんだけしつこく言ってこう言ってるわけだから、絶対できると思うね。まあ今シーズンね、うん、今シーズン風が吹く時期になって、これをねちょっとでも掴んでほしい。100のうちね20、30掴めば、いやーすげえなって多分思うんですよね。いやいや全然変わっちゃったよっていうことがね、こう体で感じてワクワクして、毎日今度もっともっと運動が楽しくなって、今までだって楽しかったけど、今度は仕事ねもうそろそろやめて毎日やりたいなっていうぐらいまでこう変わってくると思うんですよ。本当に毎日やりたい、楽しくてしょうがないんだもんみたいな、こうね、そういう本当にワクワクした感じが出てくるんでね、そしたら人生勝ちですよっていうか、そう、俺そう思うんだよね。だしね、ある程度年齢して60で定年、60とかさ定年してさ、じゃあこれからさのんびりやりましょう、別にそれなんでもないよねって話だよね。せっかくインドやってたら、ここから最高に楽しくなってきた、いやいやこれからもうめちゃくちゃできるし、もう最高じゃん、ね、時間はね多少削れ、ね、体力的に難しいかもしれない、いやいやどん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 上手くなって、みんながすげえっすねって言われたらさ、これさ、これ絶対勝ちでしょそう、勝ち負けは別に関係ないけどさ、いやそう なれるんだったら、なれるんだからなりましょうよって私は本当に思っちゃうね。だってなれるんだもん、形さえ真似してさ、ね、毎日みんな聞いたわけだからさ、この形真似してイメージしてさ、体を作ってやりゃ、多分そうしたらどこ行ったって言われるんだよね。私なんかもそうだけどさ、ハワイに行こうかどこ行ったってさ、ウィンでやったらさ、知らねえ外人のおっさんが来てさ、おめえすげえなってみんな言うんですよ。私誰かも知らないよね、きっとね、プロじゃないね、プロで名前も知れてないわけだから、でもお前すげえな、いくつなんだって話になるわけよ。お前セールサイズいくつだ、ボードなんだ、お前どこでやってんだって話なんだよ、なんだお前のそれジャイバーみたいなことになるわけよ。これどこの国行ってもそうなるわけよねそう、まあ日本だったらどこのゲレンデ行ってってなるわけね、うん、っていう、絶対そう なれるんだからなろうよって、なれないんだったらそれはいいですよ別に、じゃあね一路なりましょうよって、一路無理ですよって言うんだったら、じゃない、形を真似してればなれるんだもんうん、ウィンドのレベルっていうのは、まあね、アマチュアのレベル、世界の、まあ、世界のトップは違うけど、ある程度そうやって言われるレベルってのは低いんですよ、逆に言うと。だって知らないことだらけだから、まだね、ウィンドサビは浅いからね、で知ったもん勝ちなんだよ、知ったもん勝ちでやればできるんだからやりましょうよって、あ、ちょっと熱くなっちゃったねそういうことです。だからみんながかっこよくなってほしいんですよ。でこれ年齢関係なくできるから、まあ今だったらね、うん、100年後だったらね、若者がバリバリやっちゃってさ、もうダメかもしれない。今みんな知らない人が結構多いからさ、逆に言うとある程度年齢来てうまい方がかっこよく見えるんだよね、逆に言うとね、うん、まあ頭はげちゃってでもいいしさ、頭真っ白でも構わないわけよ、うん、この写真だけ見るとかっこいいじゃんこのおっさんみたいな、この年齢でこれかよ、超かっこいいなこのおっさん、クールだねって話になるからね。以上でした。ちょっと熱くなっちゃったんだけどね、ぜひとも、上手くなりましょう。